ヤンブラホビッチは、ポーランドの男性総合格闘家、シロンスク県チェシン出身、ベルクト WCA ファイトチーム所属、現 UFC 世界ライトヘビー級王者。元、KSW ライトヘビー級王者、ヤンブラホビッチ、ヤンブラコビッチとも表記される。二千七年二月十五日、プロ総合格闘技デビュー。ポーランドのメジャー総合格闘技団体。 KSW を主戦場とし、2011年3月19日に即時とライトヘビー級王座決定戦を行うも足の負傷により試合を続行することができず TK を負け。2011年11月26日に再戦が組まれ、王者即時に3から0の判定勝ちを収め、KSW ライトヘビー級王座を獲得するとともに、リベンジを果たした。 その後ヒューストン・アレクサンダーとゴラン・レルジッチに勝利し二度の王座防衛に成功した。KSW 参戦時のブラホビッチ2014年10月4日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ネルソン VS、ストーリーで、イリル・ラティフィと対戦し、パウンドで1ティコ勝ち。2015年4月11日、UFC ファイトナイト、ゴンザガ VS、ロコップ2で、 ライトヘビー級ランキング9位のジミ・マヌワと対戦し、0から3の判定負け。2015年9月5日、UFC191 でコーリー・アンダーソンと対戦し、0から3の判定負け。2016年9月3日、UFC ファイトナイト、アール・オフスキー VS、バーネットでライトヘビー級ランキング2位のアレクサンダー・グスタフソンと対戦し、0から3の判定負け。 2017年4月8日、UFC210 で、ライトヘビー級ランキング12位のパトリック・カミンズと対戦し、0から2の判定負け。2017年10月21日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS ティルで、デビン・クラークと対戦し、ブルドック・チョークで 2R1 本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年12月16日、 UFC On Fox 26で、ライトヘビー級ランキング14位のジャレット・キャノニアと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年3月17日、UFC Fight Night バーデューム VS ボルコフで、ライトヘビー級ランキング4位のジミマヌワーと再戦し、3から0の判定勝ち。Fight of the Night を受賞し、約3年越しのリベンジに成功した。 2018年9月15日、UFC ファイトナイト、ハント VS、オリニックで、ニキータ・クリーロフと対戦し、片方めで 2R 一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年2月23日、UFC ファイトナイト、ブレチャウッチ VS、サントスで、ライトヘビー級ランキング6位のチアゴ・サントスと対戦し、カウンターの左フックでダウンを奪われ、 パウンドでサンティコ負け。2019年7月6日、UFC239 で、元 UFC 世界ミドル級王者のルーク・ロック・ホールドと対戦し、クリンチからの離れ際に、左フックでダウンを奪い、追撃のパウンドで2ル k o 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、ロック・ホールドは、フィニッシュの左フックで下顎を骨折した。 二千十九年十一月十六日、UFC ファイトナイト、ブレチャウッチ VS、ジョックレイで、元ストライクフォス世界ミドル級王者のホナウド・ジャカレーと対戦し、両者ともに手数の少ない攻防となったものの、二から一の 5R 判定勝ち。二千二十年二月十五日、UFC ファイトナイト、アンダーソン VS、ブレチャウッチ2で、ライトヘビー級ランキング五位のコーリー・アンダーソンと、 再戦し、右フックで 1RKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞し、約4年半越しのリベンジに成功。試合後、刑事サイドに観戦に訪れていた、UFC 世界ライトヘビー級王者ジョン・ジョーンズに、次はお前だと、王座挑戦をアピールした。UFC 世界王座獲得2020年9月27日、UFC253 の UFC 世界。 ライトヘビー級王座決定戦で、ライトヘビー級ランキング1位のドミニクレースと対戦。2R に、左フックでダウンを奪いパウンドで TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功。弱ナイエンジェイチックに次ぐ UFC 史上2人目のポーランド人王者となり、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。帰国後、ポーランド首相、マテウシュ・モラビエツキから招待され、 面談をして、直接縮小を受けた。2021年3月6日、UFC259 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで1階級たの UFC 世界ミドル級王者イスラエルアデサンヤと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功した。ありがとうございます。